皆さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。なんだ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。お前はどう思う？ええ、では皆さんがお待ちです。喋ってないんだ。すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。大丈夫なのかよ。いい度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。皆さんやっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。安全には気をつけるから。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。オイラちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと私も少し心配です。あなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。キャンディスはこれからアール村に残るけど、オイラたちはお前の言ったことをちゃんと覚えとくぞ。そう言ってくださって私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですからくれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。皆さん、くれぐれも安全に気をつけてくださいね。うまくいくようにここから祈ります。
まあじゃあ、いけると思う。じゃあ準備してくる。ああ。アルハイゼン！別れの挨拶は済んだのか？おう！キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ。だが、もう一度言っておく必要があると思う。これからの計画は、おままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか。コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。ねえ、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの分弱な学問を収める者に過ぎない。しかし俺は傭兵じゃないからこそ比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。ああ、それに学者も危険な職業だよな。っておい、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校のやつらがお前のことをイカレ野郎って呼んでたの忘れるなよ。愚かな者から見れば賢い者は皆イカレている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえばキング・デシェレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか。そこに近畿の知識のことが記録されていた。つい先日エルマイト旅団と人質交換をするためにみんなで砂漠に行っただろう。しかし取引現場の地面が突然崩れてある遺跡に落ちた。遺跡はキングレシレト文明のもので、俺たちは当時の祭司が残した情報を見つけ近畿の知識の存在を知った。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ初耳だった。そうだな、学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかしこれは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐、千年前砂漠で起こった近畿の知識による汚染によく似ていると思わないか。でも地域とか砂嵐とかの原因って世界中が病気になったからじゃなかったのか。ティナリはそう言ってたけど、あ、もしかして君もたどり着いたが、世界中が病気になった原因は近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう、大変だぞ。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか。お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか。どうやらクラクサナリレビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。スメールの問題を徹底的に解決するには彼女と力を合わせて世界中を救う必要がある。目的を遂行するために俺は
一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ？エルマイト旅団の拠点へ。揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、初期官と旅人。進捗はどうだ。ああ、初期官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ。まだ何か使い道があるのか。これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか。お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか。ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り、旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか。それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたらこの装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか。そうだ。おいらとても心配だぞ。君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事もまずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも時には欺瞞になる。でも役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なら想像しろ。今俺たちの計画は全て完了した。クラクサナリデビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これって読んでみろ。もういいぞ。痛くないか？大丈夫なのか？ただの記録だ。問題はないはず。でも今したことが一体何の役に立つんだ？さっぱり理解できないんだけど。理解できずとも仕方ない。そもそもこれは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような？忘れたのか。今回の計画は長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は何になる。何っ
つぶし？バカ？指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でもなんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ？こういう曖昧な領域が面白いと思ったからというだけだ。それにプラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者ってみんなそうなのか？さて、雑談はここまでだ。これから前科のある助っ人の二人にちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って次の準備を手伝ってくるといい。ちょっとしたこと？アーカーシャ端末に少々細工する。計画はそうと決まってただろう。なんだって急に後戻りするんだ。やり方が過激すぎる。犠牲が出る可能性が高い。よく考えたが、やはり納得できない。だが、これが現時点で成功率の最も高い計画だ。マハマトラであったお前なら、長い目で見るべきじゃないのか？そのメリットを見出せないわけではないだろう。確かにメリットは見えた。だからこそ、その裏にあるリスクもよく分かっている。アルハイゼンの計画は、俺が思っている以上に過激だ。え？お前たち、なんで喧嘩してるんだよ。トモよ、セノを説得してくれ。こいつ、俺たちの計画に反対してるんだ。会議では、まず解決策をみんなで見出し、具体的な実行については、現地の環境を最もよく知るお前たちに任せると決めたはずだ。だがお前は直接アルハイゼンに助言をもらいに行った。アルハイゼンがこんな助言をすると知っていれば最初から反対していた。俺たちがもう仲間だってことは分かってるだろ。傭兵は互いの友情を大切にするが、犠牲も恐れない。そうだな。だが残念ながら今回に限ってはお前たちの理念を認められない。お前は砂漠をよく知っているようだな。旅人、パイモン。このことはお前たちも知っておくべきだ。ラフマンの提案は、俺がマハマトラとしてキャラバン宿駅の衛兵と手を組んでこいつらを捕まえ、スメールシティまで応送するというものだ。待てよ、衛兵と手を組むっていうのか？忘れたか。俺たちはあの壁を簡単には越えられないんだ。キャラバン宿駅が未登録のエルマイト旅団のメンバーをそんなにたくさんスメールシティに行かせるわけがない。俺の提案なら疑いも晴らせるし、一度で多くの人をシティに送れる。これ以外に策はないだろう。なるほど。お前にこれを提案したやつもそう言っていたようだな。これがどんなに危ないかアルハイゼンは知ってるだろう。あ、もちろん。だから、ヤスはこうも言ってた。安全かつ確実な方法など存在しない。しかし、計画を完成させることだけを考えるなら、この方法は見込みがある。それに、マハマトラのセノと旅人が協力してくれれば、計画の成功率はかなり上がるとさ。俺は人を盲目的に信用しない。何しろ俺は人を見る目があるからな。奴の言う通り、お前らを信じるのは俺自身の選択だ。俺一人で捕獲を実行するならば、お前たちに怪我をさせないよう力をコントロールできる。だがキャラバン宿駅の衛兵もそうしてくれるとは限らない。よりリアルに演出するためにお前たちは少なからず抵抗するはずだ。その時、怪我や犠牲は避けられない。敵なら
ここでくたばってくれても構わないが、お前たちは仲間だ。こちらの陣営がそのような損耗をするのには反対だ。まさかマハマトラ様が俺たちの安否を気にしてくださるとはな。殺し合いの日々を送ってきたが、お前のような奴はあまり見たことがない。俺は仲間に対して常に尊敬と誠意を持って接しているから、こういう重要なことは絶対にはっきり教えてやるんだ。これじゃあ逆に俺の立つ瀬がないじゃないか。なあ、オイラたちも何かしようぜ。そう言うと思った。オイラたちが仲間を少しでも多く倒せば、衛兵が手を出すチャンスは減るだろう。たとえ少ししか役に立たなくても、それでもいいんだ。セノ、兄弟たちを代表してお前の行為に礼を言うよ。だが今回は後戻りのできない任務だ。確かに仲間は大切だが、俺たちがこれから成し遂げようとしていることの方がもっと重要だろ。犠牲を恐れないのは勝利のもたらす利益を求めるからだ。俺たちの大きな願望をサポートしてくれ。これが砂漠の民のガッツなのかもしれんな。お前がそこまで言うなら俺も反論できない。ただ絶対に心に留めておいてくれ。計画通りに行動しろ。常軌を逸するようなことはするな。キャンディスの言ったように、計画を成功させるには身の安全が第一だ。お互いにこの作戦の意義を認めたからには、創新の信者とキング・デシェレトの信者の間に隔たりがあってはならない。全ての命が大事なんだ。分かった、約束しよう。この願望のために行動スタートだ。衛兵たちは通常隣の中庭に駐屯している。行けばすぐ見つかるはずだ。指導条例に基づき、キャラバン宿駅側にも協力を願う権利を持っている。もちろん、もちろんです。セノ様の命令は教練員の命令ですから、当然ご協力しますよ。しかし、これからどのようなものを捕まえに行くので、相手の人数は、規模によっては上に報告しなければなりません。相手はエルマイト旅団のとある分隊で、規模はオルモス港で活動しているアフマルの目とほぼ同程度だ。教練員内部の物資の盗難と転売に関与している。アフマルの目の規模って、ならば今回の行動は共同逮捕と行くべきかと思います。では一刻も早く報告し、砂漠での武装作戦における高い基準に従って人員を手配せよ。はい、今すぐ連絡いたしますので少々お待ちください。これは外部の者に対する態度だ。お前たちは仲間だからな。お前ら、よくのんきに世間話できるな。オイラはドキドキしっぱなしだぞ。怖くないのか？もしセノが大マハマトラの仕事を辞めて、あいつらを裏切ったってことが、ここの衛兵たちにバレたら。それに、たとえ今の衛兵が知らなくても、上司にはもう知らされてるかもしれないぞ。覚えていないか？この件なら会議で議論しただろう。キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちはセノが大マハマトラで亡くなったことをまだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ？もし万が一のことがあったら。第一に、他のマハマトラはセノが教練員を出た理由を
今も知らない。それはつまり教令院はこの件に関して何の声明も出していないということだ。第2に今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時にライマハマトラの職に動きがあればまず疑念を招くだろう。だからセノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題、アーカー社の予測機能が俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば未だに俺の行動が制限されていないのは不自然なくらいだ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ心配する必要はないと思う。覚えているか、最初君がアール村に来た時、行動やルートは全てアーカー社に演算され、グラマパルをさらった奴らに筒抜けだった。だが旅人と合流してから似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ。逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う。俺のデータがアーカー社に記録されているからだ。ああ、しかし問題の核心はアーカー社はどこまで人を予測できるのかということだ。君は疑ったことがないのか。どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は全スメールを掌握しているから。教令院では人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。記録されたデータを整理して深く分析することでアーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと本当に誰でもそのように生きられるものだろうか。喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が等量であると保証できるか。情緒や観点は 100% コントロールできるものなのか。セノ、君はこれまで単独行動をとっていたから君の考えに干渉できる人はいなかった。だから君に対するアーカー社の判断は君の行動ロジックの原理とほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するのに慣れているし、果敢で芯がある。君がそうした性格だからこそアーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが君は今団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのかアーカー社はまだ把握していないと思う。つまり俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に矛盾や対立が生じる可能性もある。しかしアーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても未来の君を予測することはできない。つまり固定のデータに支配される部分には限りがあるということだ。だから今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。はぁ、それを聞いてオイラもだいぶ安心したぞ。今後の会議では集中してくれ。わかったよ。警戒は怠らないようにな。あ、足音が聞こえてきたぞ。大マハマトラのセノ様、こんなところでお会いできるとはお珍しいことです。大石境エリアの治安の責任者です。ルシェム・バーボとお呼びください。ああ、これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは彼の作業用の機械だ。ガーガー機械ガーガ
はじめまして。お会いできて光栄です。あなたの金色の髪はまるで太陽の光のように眩しいですね。そしてこれは不思議な、恐霊院のハイテクノロジーでしょうか。先ほどの話だが、結論は深刻な事態ですので、もちろんあなた方に協力します。というより、あなたのようなお偉い方と一緒に任務を執行することは憧れと言った方がいいほどでして。建前はそこまでにしよう。ああ、はい、はい。精鋭の正体を率いて、俺と一緒に境の東側で隠密行動を行ってもらう。かしこまりました。地図は？早くしろ、地図を持ってこい。2日後、そこでラフマン率いるエルマイト旅団と戦い、奴らを一挙に逮捕する。時と場所、分かったか？問題ありません、セノ様。いいだろう、またその時に合流しよう。はい。オイラ、偉いってのもメリットがあるって気づいたぜ。みんながすごい敬意を持って話してくれるんだ。これらはすべて教練員の絶対的な権威があってのものだ。そして今、俺たちはその巨大な権力機構に反旗を翻すんだぞ。ちゃんと準備をしろ。2日後には行動開始だ。忘れたのか？お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ、行こう。ダイマハマトラ様、助手様。お二方、早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。教練員に関する重大な事件ですから、必ず全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだ。だが、戦闘中も生け捕りにすることだけは忘れるな。転売ルートの鍵はそいつらの中にある。死んだら手がかりもついえる。承知しました。皆様、エルマイト旅団一行が西側から等速接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって、旦那様たちは何をするつもりだい？刀だの槍だの、いい商売には見えないな。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートはすでに教練員の耳に入った。血が惜しいなら抵抗はやめておけ。お前は教練員のマハマトラか？わざわざこんなところまで捕まえにいらっしゃるとは。世間話をしに来たわけじゃない。傭兵になってから
これほど温かく接してくれるやつはいなかったな。お礼に、野郎ども、奴らの血で我らの刀を染め上げろ。エルマイト旅団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵および関係者は全員捕らえました。くそ、送信の犬が。全員くたばれ。くたばるのはお前らの方だ。キングデシェルト様はお前らを呪い、絶対に黙れ。全員を縛り上げてキャラバン宿駅に連れ戻せ。数えて問題がなければ大マハマトラ様の命令通り教令院まで送れ。はっ。それではセノ様、俺もこれで。もしまたご指示があるようでしたら、キャラバン宿駅までルシェムバーボをお尋ねください。ああ、わかった。行っちゃったな。場所を変えよう。一連の作戦は成功したみたいだな。ああ、完璧にこなせた。やったぜ。まあ、ラフマンへのパンチは痛そうだったけどね。俺はこの後キャラバン宿駅に行って監視をする。約束しよう。必ずみんなを無事にスメールシティに送り込む。そうだぞ、お前がいてくれたから今回はうまくいったんだ。まだ祝う時じゃない。今頃リシエがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに行ってやれ。ティナリを紹介してくれるのを待ってるはずだ。そういえば計画の全貌をティナリに伝えなくて本当に良かったのか。オイラたちを信じてくれなかったりして。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説得できるだろう。あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。助っ人を探すならティナリは最適だ。さあ、次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか。それにしちゃのんきなお出ましだよな。待ってる間にあたりを5周ほどして
酒を7本飲んで新しい服まで何着か買えたぞ。ごめん、そんなに待たせちゃってたとは。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくるんだからな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわばっちまった。さ、動け動け。早くやることやって終わらせよう。でも、どこから始めるんだ？覚えてるか？私たちの仕事は、ファドゥイ執行官、博士の状態を確認すること。リスクを排除し、クラクサ・ナリデビの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する強霊院を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら計画を完遂なんざ到底できない。本当にとんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手強そうな感じがするぞ。ああ、聞いただけで強霊院の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんだぜ。計画通り、まずはパルディスディアイに行ってレンジャー長のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によれば、ティナリはまだ強霊院に信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して博士に関する最新の情報を突き止めようって説得するんだ。その後は手に入れた情報に従ってプランを調整しよう。今や壁内の至る所に賢者の目はあるからな。私は光栄に思えよ。私は簡単に雇えるようなボディーガードじゃないからな。傭兵は金しか見ないんじゃなかったか？それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ？払える額なのか？報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないからな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ。その方が私も安心できる。お、いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあ、パルディスディアイに出発だ。旅人にパイモン、それとこんにちは。こいつはオイラたちの友達でリシア、傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて、何か重要なことがあるんだね。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった、ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士、マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディスディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？
僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが？なるほど。だから教練員にいなかったのか。わかった。僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。そして君たちは何が起こったのか話す必要はない。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか？そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら話さなくてもいいよ。さて本題に入ろう。君たちの言う執行官博士が僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れていくためだ。ハイパシアだって？なんであいつが狙われるんだ？それに連れていくってのはどういう意味だ？スメールを離れるのか？彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん。つまりすぐにここを立つってこと？ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。回り道でパルディスディアイに寄ったんだ。そのハイパシアという学者の面倒はお前が？ファデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか？何か言いたいことがあるんだろ？それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね？ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは。それは本当に正しい判断かね？まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、回復の手助けをする。これでどうかな？ハイパシアはスメール出身で教練員の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで、僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより、自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。
尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も逃れられないということにな。不快なことを暗示してるみたいだけど。自分から質問しておきながら僕の答えなんか気にしちゃいない。多分彼にとって僕はただの喋れる石っころみたいなものなんだろうね。言葉に悪意はないけど骨の髄まで無関心で心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でも、もしそれが本当なら、状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちに、あまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほど、より安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず、情報を与えてくれた。この借りはしっかり胸に刻んでおく。別にいいよ。僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、この全ての起因は僕に関係があると言えなくもないからね。最近先生から何通も教令院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ、でも今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、三つなら雨って意味だ。これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か起こったのかもしれないと思ってね。ああ、ずっとガンダルバー村にいるお前より教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい。そう思ったんだろう。そういうこと。身の安全を確保しながら情報を探ってみてほしいんだ。芳しくない状況だった時はすぐに撤退してよね。わかった。だがことはそう簡単なことじゃないと思う。教令院は近頃大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もしかするとお前の先生も関わってるかもしれない。もし上の方々が人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教令院を離れるよ。俺が長い間教令院からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるようガンダルバ村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教令院から来るあらゆる情報と要求にな。それにしても大マハマトラの君がそんなことを言うなんて思いもしなかったな。教令院への忠誠は賢者の言いなりになることじゃない。俺は自分が何をしているのかよく分かっている。お前こそ卒業生のくせに教令院を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ
予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教令院の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後セノに会うなら伝えてくれる？自分の見たこと聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つときどの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ先に行くぞ。ティナリの話じゃ、博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに全てを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のためこっから追いかけよう。でもどこに行ったかもわからないのにどう追いかけるんだよ。傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。ふん、あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか、花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが、近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ、私たちもオルモス港に向かおう。港はファディの。もうちょっと。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージナヤの執行官にはふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会もなかったのに。前に俺がスネージナヤで就任した時は、博士今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだ。外に駐在するっていうのはこういうことさ。常々に戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれない。え、長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ、姿も口調も少しだな。あと理由はわからないが、なんだか顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃない。博士はあっちの船に。嘘がついてなかったらしいな。確かにスネールを離れるみたいだ。もうちょっと
近づこう。この影に隠れて奴を観察したい。ここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか？さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか？あれ、他の奴らはついていかなかったのか？さっきまでいた港の衛兵たちはどこに行った？数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた？まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。全てを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。どういうことだ？彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れて行くね。だが、もしダメなら。あ、排除するってことか？早く行くぞ。パルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろう。上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない？大賢者ですらファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らん。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出たサビにならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。認めるかどうかは別として、ファデュイがこんな時にパルディスディアイに来るなんて
薬草を探す他に目的があるんだろう。言いにくいことだが、我々への憶測は余計な問題を生ずることにもなろう。だったら責められるべきは隠し事のできない君たちの執行官だね。僕は学者としてパルディスディアイに滞在している。でもだからといってレンジャー長の身分を捨てたことにはならない。スメールに貢献した学者たちの生活が邪魔されないようにするのは僕のレンジャー長としての責務だ。つまり交渉決裂ということか。今日も誰にも邪魔させないからね、ハイパシア。ミナリ、大丈夫か？平気だよ、バルーン。いい度胸だな。どうやらお仕置きが必要らしい。抵抗したところで何のメリットもないぞ。早くハイパシアを渡せばいい。渡すか、ミナリ。ここに。はあ、犬のくせに主人への感情が湧いてきたか。これじゃキリがない。旅人パイモン、後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。わかった。ハイパシアはまだここにいるから誰も来ていないはずだ。どうだ。無事でよかったぜ。あらら、これで終わりだと思っちゃった。なんだって、サンヒョウが来てたのか。君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたびこういう表情をするんだね。ザヒョウはどこにいるんだ。君の心の声はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった。君が初めてパルディスディアイに来てハイパシアと接触した時にも僕は君を見たんだけどな。僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ。まさか、まさか残票じゃないよな。そんなわけないか。気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ僕は自らハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。おい旅人、お前は。僕の進化のプロセスはほぼ終了した。残りは後片付けをするだけだ。わかるかな。クラクサナリデビを救い出せたとしても神としての僕と君たちの間には実力において雲泥の差がある。子供同然の神を僕に歯向かうよう強要するのは賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ
恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは人が神を崇拝する行為が冒涜と神聖さを同時に内包してる証明とも言える。なかなか滑稽じゃないか。言ってごらん。そうかい。僕は今機嫌がいいからこんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも他の全員とも違うのさ。僕は神になるために生まれた。今までの人生は全てが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は意味をなさない。重要なのはそこに書かれた内容の方だろ。今までの僕が残したのは苦痛にまみれた記憶と人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かでとっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は君の意識とつながっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん君の心のその強靭さも感知できる。今日のおしゃべりは悪くなかったから一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と君のためだよ。人という生き物は無知であればこそ幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だってこうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも僕に選ばれたのさ。彼女の出現は僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、彼女の信仰こそが僕の栄光を築いていく。君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい。君もすぐにわかるさ。君がどんな権威を疑っているのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしているというんだい？博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずなやつだった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でもそんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？そうだな。ハイパシアに挙げたように
君にもプレゼントをあげよう。君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも恩恵として見られる。これぞ神の横暴さ。うわぁ、雷が。さっきの見えないやつが残響だったのか。今までずっと話してたのかよ。おい、どこに雷を落としてるんだよ。え、それじゃ外にいるやつらが危ないじゃないか。ティナリとディシアがまだ戦ってるんだぞ。早く外に行こうぜ。ティナリが怪我をした。大丈夫。動くな。あんたには休息が必要だ。旅団でこういう雷に打たれた怪我を見たことがある。安静が必要だ。雷に打たれたのか。ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなってな。雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて、敵も味方もお構いなしだったんだ。幸いこっちは二人だけで、動きも機敏だったから、なんとか大体は避けられたんだが、ファドゥイの方は人数が多いから、こんな密度の雷に打たれて、かわいそうに。でもおかげで、みんな引いてくれたね。平気さ。僕のことより、君の表情だ。ちょっと、まずい事態みたいだね。ハイパシアのことはどうだった？おい、動くなっつっただろ。念のためハイパシアのところで話の続きをしよう。よかった、彼女が無事で。自分のことも心配しろよ。僕の状況は僕が一番わかってる。致命傷じゃないから大丈夫だ。医学がわかる人と話すのは疲れるぜ。わかるよ、こういうタイプはすぐ強がるんだよな。急に座ってどうしたんだ。ごめん、少し休ませて。旅人、話していいよ。お前ら、そんなこと話してたのか。あいつにそんな考えがあったなんて。教練員の送信計画。ふざけた真似を。なんて言えばいいのか全くわからないぜ。こういう、志が高いやつって言うべきなのか。どうせ私にあいつらのことは理解できない。毎日気持ちよく過ごして、お酒と美味しい飯があって、必要な時に仕事をして、夜にぐっすり寝られたら私はそれで満足だしな。どうやら私はパルディスディアイに出入りしてる人間の中で一番夢がないやつみたいだぜ。そんなこと言わないで。さっきの件にまだお礼を言ってない。気にするな、お安い御用だ。
とはいえ、少なくとも博士は確かに何かの用事があって慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ。まさかファドゥイたちは残票に関する何らかの秘密を守るために口封じをしようとしてるのか。さっき残票はハイパシアに自分の過去を覗かれたって言ってたんだよな。あいつの過去に何かあったのか。気づいたか、残票も博士の行為は不満なようだ。博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしな。じゃあもし博士が現れたら残票は雷で攻撃するのか。こいつの話からすればそうするだろうさ。博士がスメールから離れたことは私たちにとってもあいつにとってもいいことかもな。つまりこの仕事については無事に終わったぜ。博士はこれからのことに干渉してこないんだからな。これで一件落着だな。うん僕も嬉しいよ。ティナリ、協力に感謝する。こっからはここでちゃんと休んどけよそうするよ。よし、パルディスディアイの件はここまでだ。時間もちょうどいいし、旅人、次はグランドバザールで落ち合おうぜ。これからも目立たないように行動しろよ。準備ができたら来てくれ。君たちは計画に専念してよ。ハイパシアのことは僕に任せてくれればいいから。この程度の傷、ごめん、やっぱりもう少し休ませて。